そして3連覇へ16番レッドファルクス戸崎啓太騎手収まりました。ゲートイン完了です。スタートしました。好スタートを切りました12番ナックビーナスですが、すかさず9番ラブカンプー、2頭のうちから3番ワンスインナムーンかわしていきました。前3頭抜けて4番手うちから1番ラインスピリット、5番手11番星雲構成です。その後は3馬身がいて6番手集団、5番アレスバローズ中段外に8番ファインニードルです。3コーナーうちから2番のヒルノデイバローがいきました。その後ろからは14番ラッキーバブルズ、3コーナーから4コーナーへ向かうところ7番キャンベルジュニア中段インに4番スノードラゴン、6番大名プリンセス、後方より10番レッツゴードンキ、外16番レッドファルクス、内は13番ティーハーフで最高方15番のムーンフェイクという展開となっています。4コーナーのカーブ先頭はワンスインナムーンです。今年も先手を取り切っています。リードを1馬身ほどラブカンプー、ナックビーナス接近、内を狙ってラインスピリット、ファインニードル中盤外で直線コース向かいます。先頭逃げるワンスインナムーン、迫ってくるラインスピリット、ラブカンプー、外からは12番ナックビーナス200を切って4番手外からはファインニードル追っている。前が混戦になってきた。ラブカンプーわずかに先頭ですが、外からファインニードル迫ってくる間ナックビーナスですが、ラブカンプー8番ファインニードル、ラブカンプーファインニードル、ファインニードルかゴールイン、ファインニードルわずかに届いたか。9番ラブカンプー最後は内外離れて2頭、その後3番手1番ラインスピリット、その直後からは6番の大名プリンセス以下。